今日の最高気温は広野で 36.5 度と6月の観測史上一番の暑さとなったほか、伊達市柳川や相馬でも猛暑日となりました。思わず暑さを忘れられそうなこの場所、標高およそ700メートルにある福島市の吾妻庵です。気温計の温度は 23.3 度、市街地よりも10度以上低いこの避暑地で食べられるのが、滝の音、豊かな緑、森の香り、ダイナミックな自然に包まれながら食べる流しそうめん。うん、美味しい。暑さを忘れられます。今日は福島愛林幼稚園の園児62人が冷たい湧き水で食べる流しそうめんで体を冷やしていました。冷たかった、美味しかったです。そうめんどうでしたか？うまい、いっぱい涼しい、いっぱい食べて美味しかった。厳しい暑さになればなるほど納涼スポットとして多くの人が訪れる吾妻庵。この6月は例年の 1.5 倍となるおよそ2000人が訪れました。厳しい暑さの6月が今日で終わりますが、明日も各地で真夏日が予想されています。